じゃん、皆さんこんにちは。今日の天気予報を始めます。今日はじゃーん、2023年度養老市場のメインオークションの約定結果が出たので、それについてお伝えするよということについて見ていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、はい、養老市場ついにですね、はい、2027年度のものですね、はい、約定結果出ました。あのね、なんかちょっとね、長引いてるっていう話があって似てるかなって思ってたんですけどね、はい、ついに一昨日出ました。はい、ということで養老市場ついにですね、2024年度からですね、課金が始まりますね。皆さんの電気代もね、また少し上がるかもしれません。上がる人もいれば上がらない人もいると思います。これね、ほんと会社によってね、ちょっと変わってくるかと思うんでね、またね、各社新電力であったりね、そういったところのね、料金プラン会社によってばらつき出てくると思います。なのでね、しっかりね、今年のね、まあ、4月5月ぐらいからなんですかね、4月からね、課金が始まるんで、皆さんの電気代に反映されるのはね、その辺の通知もね、そろそろ来るかと思うんで、しっかりチェックしていただければと思います。はい、ということでですね、もうすでに今年2020年ですね、はじめメインオークションがあって、で4年後の電源を確保していくっていうのが要領市場なんですけれども、これのね、はい、2023年度も行われました。なので4年後なんで、27年度のね、電源をね、しっかり確保していくといったものになります。まあ要領市場についてはですね、ななちゃんチャンネルを見てくださってる方はもうすでにご存知なんですけれども、要はですね、はい、待機中のキャバ嬢にでもね、しっかりね、お給料払わなきゃいけないよねっていう制度なんです。はい、キャバ嬢じゃなくて電源ですね、電源。はい、皆さんね、再生可能エネルギーがね、出てきてですね、昼間はね、太陽光とかね、使うようになりました。余るようにもなりました。その時ね、火力はですね、動いてないんですけれども、実は再エネが発電していないね、夕方以降というのはですね、すごくフル稼働するわけです。その時、火力いないと困っちゃうんですね。ということで、他の電源、再エネ以外もね、常にね、やっぱある必要はあるんだよと。稼働率は減ったけど、特定の時間には動かさなきゃいけないんだよ、というようなことになっておりますので、じゃあね、今までは電気売ったものだけで稼いでたんですが、稼働率減ったら売るものが減るんです。ただ、場所を持ってるのにもですね、実はメンテナンス費用っていうのがかかります。はい、キャバ嬢の数想像していただくとですね、今日ね、実際のお客さんに着く時間30分しかないんだけど、時給はその実費の30分ねって言うと、誰も来てくれません、お姉さんたち。はい、ホステスさんたちと遊べません。ということなんですけれども、ちゃんと、はい、じゃあ今日ね、待機してくれてる時間、もういつ稼働するかわかんないから、3時間待機してもらったら3時間分の時給ちゃんと払うからね、ということに言っておかないとですね、ホステスさん来てくれません。というようなことで、電源も同じなのでね、持っていること、メンテナンス費用とかにもちゃんとお金がかかります。ということなので、はい、しっかりそこにお金出していこうというのが要領市場。じゃあその出すお金どうするのっていうと、まあみんなで負担しようよ、ちゃんと。ということで、この枠を持っていること、発電所があること自体に概念があるのが要領市場なんですね。はい、ということで、仕組みとしてはですね、はい、発電事業者さんに、まあみんなでということ、小売電気事業者さん、まあつまり小売電気事業者が負担するっていうのは、事業家さんが負担するってことなんですけれども、という感じで、小売電気事業者さんがみんなでね、はい、じゃあ自分が一番枠持ってることに、なんか貢献しちゃってる、貢献してるってなんかいい意味なんですけど、逆ですね、枠持ってなきゃいけないぐらいのこのピーク作っちゃってるってとこがたくさん払うべきっていうような制度になるので、まあこういうね、ピークの度合いに比例してね、安分して負担していこうといった制度になりますね。で、その間の、容量市場運営しているところっていうのがね、はい、広域機関といったところで、そちらに1回ですね、容量拠出金というものを払いましてですね、そこからですね、発電所のところにお金が支払われるというね、制度になっています。はい、ということで、はい、そうですね、容量拠出金っていうものを小売電気事業者さんが、広域機関、電力広域的運営推進機関、通称オクトに支払ったものをですね、オクトの方からですね、発電事業者さんの方にですね、容量確保契約金額を支払うよ、ちゃんと、いつでも動けるように容量確保しといてくれてるよということについてね、はい、料金を支払います。で、じゃあその料金どうやって決めるのっていうことなんですけれども、それはね、オークションで決めます。シングルプライスオークションということでですね、エリアご
ことです。エリアごとにね割れてブロック化することもあります。今年も結構割れてますね。はい、ということでですね、オークションまあシングルプライスオークションなんで JPEX と同じなんですけれども、まあじゃあ電源うちいくらでだったら待機できるよっていう電源側からがですね、はい、じゃあうちは、はい、0円もいますよ、たくさん。3円ではもうほぼ0円ですよ、待機できるの。っていうところからですね、まあ軽く感じて、じゃあうちキロワットあたり1000円から、いや3000円、5000円、7000円、1万円って感じでですね、待機できるであろう値段をこう入れておきます。これ上限価格っていうのがありまして、上限価格ね、今年はね、いくらだったんだっけかな。はい、あります。あー、まあでも上限超えて採算なく言ってるのもいますけれども、まあ2万いくらだったんですね。はい。この表を見るとですね。はい。で、まあうちはいくらで待機できるよっていうの。まあ効率がいい人に待機してほしくて、効率が悪い人には、まあいいよ、今回待機しないでっていうようにするんで、このね、入れていくでしょ。こうやって入れてって必要な数まで達したところのこの上限価格、これが約定価格になるわけですね。じゃあこの必要なところの約定価格っていうとですね、今度需要側どんぐらい欲しいかなっていう、どんぐらい枠確保してて欲しいかなっていうのをね、こうやってねカウントしていきます。はい。でそこと発電側のね、この僕いくらなら待機できるよっていう容量がまあ需要側と一致したとこ、この容量欲しいよ、この容量ならいけるよって言ったとこ、ここです。ここみんなに、私には、ね、今線が見えてるんですよ。なんですけど皆さんに見えるか分かりません。ここです。ここが約定価格になります。っていうのがこれなんですね。この結果なんです。はい、これ約定価格ということです。日本全国でですね、はい、約定総容量っていうと1億6745万キロワットということで、これだけの容量はないとこの2027年度供給ができないよ、需要側、これぐらい必要だからこれぐらいの電源持っててねっていうような結果になります。はい。で、じゃあその値段いくらだったのか、この容量は確保できました、確保できたんだけど、結局じゃあ発電側がいくらでねこうね入れてったか、じゃあいくらなら待機するよ。はい、エリアによって違います。北海道と九州がですね高かったんですね。はい、ということで 13,287 円、はい。で東北9,044円、東京9,555円、中部7,823、北陸から関西、中国、新国、四国、はい、こちらはですねブロックになってますね、7,638円ですね。で九州に関しましては、はい、11,457円必要だよってことになります、待機するのにですね。ただねこれね、九州に関しましてはこれマルチプライスオークションっていうのが導入されました。このマルチプライスオークションどういうものかと言いますとですね、実は九州この11,457円っていうのがマックス価格ではありませんでした。はい、必要な容量の中のマックス価格はもっと高かったんです。12,000〜13,000とかだったかもしれません。ただですね、このエリアのプライスをね決めるときっていうのは、隣のエリアの 1.5 倍が条件っていうルールがあるんですね。なのでこの隣さん、中国だと思いますけど、7,638円の 1.5 倍、11,457円、これが九州のプライスってことになっております。なので小売電気事業者さんたちがこの後負担していくんですね、この金額をもとに。なんですけど、その価格はここになります。ただ実際にもっと高い値段で応札している電源がいますが、その人たちはその応札した高い電源、12,000円でうちはいけるよって言った人はここに下ろされるわけじゃなく、12,000円ちゃんともらえるといった仕組みになってるんですね。はい、っていうようなことになってます。はい。じゃあですね、まあ、一番気になるとこ、まあ、発電事業者さんはね、自分がこれ入れた値段でね、はい、入れた値段というかこの値段が来るわけですよ。4年後もう上がりますよね、大体。じゃあ一番今どうなってるのかなっていうの、小売電気事業者さん負担側だと思います。はい、負担側の方、これね今年ね請求来て、去年のね12月末にですね、おそらく仮請求書来てると思うんですけど、ちゃんと見てますか、はい、計算方法知ってますか、計算方法についてもですね、奈々ちゃんの YouTube でやってるんでね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、計算方法あります。で、なんか自社のね、ちゃんとね、一回計算してみてほしいんですけれども、まあ、計算してないよって方も、去年末に請求書、仮請求書、お宅、お
そらくいくらくらいくらいくら何千万、まあ何億になる方も当然いらっしゃいます。年間で払うことになるので心づもりしといてくださいっていうの来てますんでね。はい、それ見ていただいてね、本当にあ、どうしようってことなんですよ。今お金がない場合って払えないからもう値上げする人ないと思うんです。まあいろんな会社さん今おそらく値上げする方もいらっしゃれば、ちゃんと備蓄があるんでそこからなんかやりくりするよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はいってなります。で、容量拠出金いくら払うかってことなんですけど、まずね、容量拠出金ね、全体でこれ必要なのって、これ億円ですよ。1万ってことは1兆か、1兆1986.3億円、全国で必要ってことなんですね。じゃあそれを案分していくんですけど、まずはエリアで割るんですよ。お宅のエリアはいくら全体で負担するの。これ北海道から九州まで分けました。はい、上から549億円。まあ、これね、だからね、需要量の多さですよね。はい、これこっちなんですよ。H3 需要っていうのがありまして、まあ容量市場に関しましては夏と冬2回測定する時期があります。今回ね、2027年度に払うものは2026年度の夏7、8、9ですねっていうのと、冬12、12、この3ヶ月のデマンドを出さないってことが肝になります。で、この H3 需要っていうのはこの789のデマンドが出る、各7月のデマンド30分、7月に一番出た30分デマンド、8月のデマンド、9月のデマンド、これ足したやつが H3 需要ってことなんですね。つまりエリアの最大需要出てる時です。それの冬バージョン、12のデマンド、1のデマンド、2のデマンド、それの足したやつ、冬のエリアのデマンド、これが H3 需要っていうことです。で、そのエリアでピークを出せるときっていうのでですね、これ想定値ありますね。はい、H3 需要、北海道 498.2万キロ、東北 1346.7 万キロ、東京 5493、やっぱ東京多いんですよ。あとね、東京でしょ、で次中部も2443でしょ、で北陸517、やっぱね、グリッドの大きさに割と比例しますよね。関西大きいでしょ、2726、中国1037、四国487で、九州1511.8万キロということなんで、このデマンド値でこの全国のですね、容量拠出金安分します。安分した結果がこれってことです。で、ここのね、 H3 需要ちょっとこう肝になるんですね。で、このエリア自分たちに割り振られた容量拠出金ありますよね。これをさらにエリア内の需要を持っている小売電気事業者さん、それと、まあ、ちょっとだけ一般送配電事業者さんで、負担します。なんで一般送配電事業者さんの負担分っていうのがまず差し引かれますね。まあ、8% ですね、 8%。なんで東京エリアだったらね、この 4325.8 億円の 8% は一般送配電事業者さんが、負担してくれます。ってことは残りが 92% か、 4325.8×0.92、 3979.7億円、これを東京エリア管内に需要を持っている小売電気事業者さんで割ります。じゃあその割り方どうすんのって、はい、くじ引きとかじゃありません。売上規模でもありません。それがこの H3 需要です。 H3 需要、自社の需要化がどんだけピーク出すかによって変わってきます。なんでね、これちょっとまたお友達も使って分かりやすく説明してもらおうと思うんですけれども、だって需要化されますね。はい、じゃあね、この東京エリアのね、7月の H3 需要、例えば7月7日に出ましたって言いますね。で、7月7日、私たちの需要家さんね、はい、3人います。家庭猫くん、クロニョンくん、グーモくん、7月7日ね、みんながわーって震えて、あー、次は次エアコン使うよってバーって使ったとしたら、私、新電力伊藤奈々はですね、ここデマンド出しちゃうんですね、まんまと。エリアのデマンドの日にデマンドを出すと、まんまと容量拠出金の安分割合が増えます。
でも7月7日デマンド来るって分かっててね、ナナちゃんね、ねえみんな、あの7月7日ね、容量拠出金のね、あの測定日だからね、デマンド減らしてほしいんだよね、そしたら来年の電気代下げてあげるからさって言って、あと控えてもらいます。じゃあなんならさ、この日はさ、東京エリア抜け出してさ、みんなでさ、クロニオンくんのさ、地元であるさ、黒部ダムでも行ってきてよって。そしたら、みんな電気使わないんですよ。ってなると、エリアのデマンドの日に、うちの需要から電気使わない。ってなると、ナナちゃんなんと容量拠出金回避できます。っていうようなことなんですね。なんで、自分のね、ところの需要家さんに H3 需要出るときには、節電してもらうとかって。まあ、こんな取り組みが非常に大事になってくるんですね。はい。ということでした。はい。ということでね、まあ、容量市場に関しましてはですね、オークションで決まった価格。まあ、これはね、もう払うものなんですけれども、じゃあどうやって減らすかっていうと、まあ、こっちは減らせませんよ。だって発電事業者さんがいくらでって入札価格を変えることはできませんから。小売電気事業者さんの方で変えられるの、このね、デマンドをいかに避ける。まあ、ここのとこね、どんどん気をつけてっていただきたいなと思います。で、デマンド下げるってことは、エリアのデマンドの日にデマンド下げて、結果のエリアデマンド下げるってなるとですね、この待機している電源がどんどん減らすことができるんですよ。ということなので、結局、それって待機中の電源減らすことにもつながるよね、いいよね、日本全体のメリットだよねっていうことで、割とね、理にかなってるんですね。はい。ということで、今日は2023年度。2027年のですね、対象がね、実際に支払われるのの容量市場のメインオークション結果が出たよということについてお伝えしました。今日の電気予報終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。じゃーん。あ、みんな電気が使ってもいいけど、デマンドだけは避けてねー。